まったくコッパーぐらいみたいなの来たんか。お、なんかツン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 。よ、お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 いおい、これやったかわからん。はい、釣り武者チャンネルロックホッパー。今回はですね、和歌山県すさみ町みろつエリアに来ております。ですね、このまあ、すさみからこの枯れ木棚地区っていうとね、すさみ、口和深、みろつね、ここみろつで隣が S 滝ってね、こう順番にあって、僕が一番通った、地区、枯れ木棚地区エリアになるんですけども。その中で最も僕が一番回数来たのがここのみろつエリアになりますね。みろつの磯になります。で、今年がですね、まあ、四国とかもそうなんですけども、まあ、地域によってばらつきはあるんですけども、まあ、大体ここらは12月ぐらいからがね、ちょうどこう水温がこういい感じにこう安定する時期ですかね、こう20度ぐらいになってきたぐらいから、最盛期、グレズリの最盛期になってですね、大体4月、3月の後半とか4月の最初ぐらいとかは一旦パタッとね、もう寒暮れシーズンとか春に向かうときね、ちょうど桜咲く頃、まあ、大体そのグレズリが一回こう休憩というんですかね、あまりこう釣れなくなる時期なんですけども、今年は、まあ、結構釣れてましてね、この枯れ木棚地区が釣れていましてですね、まあこの今ちょっとこう梅雨ね、梅雨時期、まあどうかなね、まだまだまだね、ちょそこそこ釣れてる磯が結構あったので、ちょっと一回チャレンジしてみようかなと思って、来ました。で今回はですね、まあそのうねりがあって、ちょっとね、自分が思ってる磯にまあちょっとね、のれなんだんですけども、まあ今回は、沖ノ黒島の牛の首と地の中だけのこの2つ、行ってみました。久しぶりのみろつやけど、めっちゃ波がある。いや、これ予想外やったな。こう梅雨 の合間の時に見てな、やっぱり低気圧の具合で珍しい。これ何の影やろな、これ西西な。久しぶりスーパーフカセ、ロックホッパーやったらスーパーフカセ以来かな。何か、いやー、これどうなんだ、これ釣れるん。我が思ってた、これ今日は牛の首いうとこやねんけど、ここ結構この時期そのお長グレとかがね釣れるしたら、まあ、今年は聞いてないけども、まだちょっと早いんだから、ちょうどな、今中途半端に来てるからどうかな思うんやけど、まあまあもうしゃあないわな自分思うたるとこちょっと行けなんだという波で、まあまあ梅雨暮れと言われる時期のこの雨の合間の晴れ間っていうことで、ずっと頑張るで。ちょっと微妙やな。はい、今回の餌ですね、生のオキアミが一応、持ってきてるのはね、3キロ版が4枚と、ボイル1枚ですね、刺し餌用とパラパラマグロで、これそのまま今日はね、島周りが、僕のお店のお店さんが大きい磯だったんでね、沖はそんなに、まあ、磯によるけども、今日の磯周りのとこはそんなに遠投する、場所じゃないんです。
のでね、あのこのそのままの原理で、混ぜていきますね。よし、まず最近気に入っているグレパワー、懐かしいなグレパワーね。よし、ざっとね、これで1枚混ざりました。で、もう1枚どうもな。よし、ここでちょっと向いない半分ぐらいちょ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 混ぜて、まあ、この向いないんで粘りを出すってやつよね。グレパワー匂い付け、現場で混ぜると何回も言うんやけど、ちょっとずつね混ぜてくださいね。こうね、下までちゃんときれいに混ざらんのでね。だっと混ざりましたね。でもう一枚、あと、半解凍のやつね、差し入れ用と半分ね、3キロ版の半分をまた入れて、だっと軽く潰して、で残りの部位ない。いや、今日はちょっとほんま自信がないな。よっしゃ、でちょっと水入れると、海水で調整していくと。よっしゃ、こんなもんか。この粘りつけるのちょっとギュッとね。ほんまにもっと円筒するときはこれあと一袋ぐらいね、もっと粒子の細かい円筒用までたら方がええんすけども、まあそんなにこの磯はそんな円筒、状況的にちょっと今できへんな。これぐらいの仕上がりにしておきます。それでこれがパラパラ巻くのと差し絵でボイルベルね、これもパラパラ巻くのとね、刺し、まあこれぐらいね、3分の1ぐらい入れて、ちょっとこんな感じで、完成こんな感じやけど、ちょっと完成しましたわこれ。はい、ちょうど中途半端なやんね、これ。中途半端やんのってあるやろ時期がな、今年はあれよ、あの春も釣れてるからな。普通だいたい1回こうお休み期間があんねんけど、逆にこの梅雨時期にこうお休みされる可能性があるからな。そんなに潮が流れるからな、4プラス2っていうやろな、4プラス2以下、まあちょっと様子見ようか。とりあえず慣れた仕掛けで、Vハード入れとくか。とりあえず朝は175、上広、太平はあるなしでいこうか。7.5、7.75、7か 7.5 で十分や思いますわ。はい、さあ見てみ、この餌取り全部だな、見てみこう、うるうるうるる、白子大とのこいつなんだこれ、まあ、コッパぐれじゃん、これ。あいつが気になるな、あれ。サバの子供かな。はい、今回の仕掛けですね。竿が、オーガーハンド 1.5 の5メーター。
ね、でリールがダイワのこれインパルト、3000SH に、道いいぞこれ3ライン、グレミチの 1.75 ですね。で、浮きがキワークセミラージの4プラスに、ね、で落とし重りがこれガンノスケの2号、ね、でハリスもこれ、3ラインのこれ V ハード、ね、の 1.755、 これ今人色やびきぐらいで撮っています。で、そうですね、ハリスの、真ん中ぐらいに、4号、ね、ガンジローの4号入れております。で針が、一角の7号、ね、7か 7.5 でやりたいと思います。多分大きさは食うんだったら絶対浅いと思うんですけどね、まあどうなるでしょうか。なんかね、変なね、この青っぽいね、こんな餌取りかな、バッて見えたんで、ちょっと嫌かなーっております。まあ、でく頑張るで、中途半端な時期やわ。そこの前がね、先端がまだかぶってますっていうか、これ波が残ってんねな、うねりが。こいつあの付近やね、泡溜まってるっていうより、あの付近にな、大きい霜りがあんねや。もうちょっと右側やったらな、霜り見えてんねんけど、そこ釣るんやけどな、この先端あそこへ立てたらそこちょっと狙いやすいんやけども、ちょっと波があるからこっからやっときますね。ごっつい餌取り出てきとるわ。だいたいここ5つに見えてくるんだけど、全く見えんもんなこれ。後から出てくるんやろか。ものすごい餌取りやわ。え、小さいしな、餌取りがな、もうちょっと大きい餌取りでないと。これは厳しいな、雰囲気がないもん。餌取り自体が小さいからな、やっぱりそこそこでかいやつでないと、グレ自体もだいたい小さいわな、大きいやつ出てこん時は、大体はな。梅雨の晴れ間に来たのにの、なあ梅雨時期はな、波残ったな、うねりが残ったらなかなか取れんからな、冬場みたいにね、風がバスンって北西の風が吹かんから。ダメよ、ダメダメやだな、これ。こっち移動しようか、もう全然やれそうやな、もうここしか可能性ないわ。ちょっと移動や。うねりがちょっとマシになってきたから、ちょっと角っていうか前の霜に狙えるとこな、行ってみるな、移動な、移動してみますわ。よし、よし、なんか食ったぞ。これやないな、ババや、ババンコ、恋もババですわ。ババが来ました。朝はねちょっとうねりがあってね、磯時代限られてたんですけども、ちょっとこの隣の横島、これ今日は大潮でね、今こう潮ずっと下がってきてるんで、風も止んできたんで、この隣の横島いうとこね、移動したいなと思います。
そこでちょっと精も根も突き果てるで、頑張るで。ロコッパ、はい、牛の首からこれ地の中だけね。その隣の横島へ行くって言いやったんですけどね、先祖と、話してるけど潮色がものすごく悪いということでですね、地の中だけの方がこの間からこう潔のあの気配もあるいうふうに、こっちでちょっとね、精も根も突き当てたいなと思っております。ちょっと心配、でも頑張るでいい。どうなん、この磯釣れとったな、ここの磯はそんな数釣れる磯じゃないけどね。その横島はなんでかっていうと、潮がこの白っぽい潮でね、分からんけど1日あそこは潮の結構ね通すとこやから、もしそんな悪い潮ずっと取られたらね、魚が出てこんのちゃうかいうことで、こちらトロイから探れるからね。風がこういう西風みたいな、西風に変わってきた。久しぶりやこの人乗るの。ここはな、大きいぐらいな、釣れるとこやけどね、そんなにあれやけどな、数はそんなに出ないやんけど。今のところこう向こうと打って変わって、こう餌取りがもうほとんどだ。これはこれで合うあかんねんな、餌取りおらんよ。これはなあ、後から出てくるんだよ。こいはこいであかんねん、この時期に餌取りおらんよ。小さい魚や、小長のコマや、これやっとグレみたいなの釣れたけど、小長のコマや、恋は恋で厄介やけどもとりあえずなんか嬉しかったわ。小長のコマや来ました。んまたこれコッパーグレみたいなの来たんか。おなんかツン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 、おいお長やな、これお長やけど、これ30超えとる感じするで、これお長かな、お長っぽない、これちびとか、30超えとったらの、はい、はい、30オーバー来ましたな、コッパグレの次はこいつが来ました。嬉しい、わかる、これ30、そうやな、2000ってとこか。いやー嬉しいよ、はい、だからな、ここはね、40強ぐらいのがおるけど、ね、もしかしたら来るかもわからんね。いやー嬉しかった、20ね、5とか7、8っていうのは結構多い、こう水温高なったらね、30超えたやつ来たら嬉しいな。なんか沢には来てるけども、くそ、餌取りか。いやー最初で最後、最初勢い良かったけど、こういうは口太やけど、微妙、あるかないか、ちょっとありそう、ちょっとそっち行く
お、見て行こう。な、見て。30センチ行こう。な。あかん、ちょっと、1センチほど足らんやん、これ2月なもんだな。ヒップサイズは30センチからな。今はでもよう聞いてくれた。29だったらよ。まだ、来る確率はある。よしよしよし。まあ、いいか。まだおるな。おるか。お兄ちゃん呼んできてくれな。よしよしよし。ありがとう。こっち逃げたら逃げられそうやから、こー、まあ、ええか。おい。くっそー。今のは、あったと思ったのに。はい、この磯がですね、沖ノ黒島の地の中滝っていう磯ですね。どちらかというと、この隣ね、まあ、この磯の地形から言うと後ろがこう中滝っていう磯なんですけども、そのもう手前の地の中滝、どういうかな、あんまりその数が釣れる釣り場ではないんですけども、まあ、どちらかというと肩がいいね。数はあんまりそんなにね、2桁とかしょっちゅうそれに釣れたりしないんですけど、たまに釣れる時あるけど、大体まあ5、6枚ね、その中に4畳場2つ混じったりとかするような磯ですね。で、どういうのかな、ここの攻め方というんですかね、大体急ぎはこの船付きですよね。船付いているところ、そう、晒しが出ているところのこの急ぎはね、まあこの時期はね、急ぎ輪にこう餌巻いて、こうグレが釣れる、見えてくる時は手前、その晒しを釣って手前を探ってもいいんですけども、餌取りがやっぱ多くてそのグレが見えないとかね、そういう時はこう、その、まあ、この磯でいうとちょっと前というのかね、20メーターぐらいとこ釣ったりするんですけども、あとその船着きの右側ですね、ちょっとこうワンドになっている、ところもポイントになります。でね、これどういうのかな、今のその見ていただいてるこの地形で言うとね、左から右に潮行くとみんなね、ワンドの中へ行くんで、あかん方向へ潮が流れるのでね、釣れないのに違うかなって大体みんなそう思いがちなんですけどね、結構こう中入る潮で結構当たる場合が多いですよね。で、まあ、表へ出る潮と、まあ、大体2通りですよね、いい潮っていうのはね。でね、どういうのかな、この隣にね、隣の磯言うとおかしいんかな、これ離れっていうでね、たまに人乗る、ね、釣り人が乗るとこあるんですけども、こいつがこう邪魔するんですよね。晒しがこう入っていて、こう左こう、左から右のこれワンドへこうガツってくるときは、波あるときに結構ちょっと難儀するんですけども、まあ、大体この船着きがポイント、本命のポイントになりますね。でね、枯れ木灘地区、まあ、ミロズもそうなんですけども、どういうのかな、まあ、秋、冬、ね、春、まあまあ夏、まあ、梅雨とか夏もそうなんですけど、手浮き下がですね、そんなに深くすると釣れませんのでね、基本的に釣れんと思って、大体まあ2広から、ね、寒の時期やったらまあ深くしても4広。を目安にやっていただくとね、どこの磯でもだいたい当たる確率が上がりますよね。うわー、ロックホッパー決まったで。もうちょっと、まあ沖下はそんなに深くはないと思うけど、4プラス2から B4 プラス B ぐらいにしてみようか。だいたいあれぐらいから35、5、6ってとこやんな。たまにシュンと上がってくるんやろな、多分。安定してない感じやな。一層な。一層30超えといてくれよな。そういうのが多いね、ほんまに。最近。一回来たらなんかちょっと間く感じやな、これ。お、ねえ、これこんなん釣ってもらうぞ、お前スーパーフカシの餌キビラゴ釣ったぞ、
いや、あの下行きかんがな、思てる。俺が分からんのか、お腹やな、こい当たった当たった、お腹やもん、多分こんなに出てきた。お、口元か、ええ方やで、このやり方成功したんか、これボイルス巻きよ、これ今日一来た、自分でやな、こんなかと思ったけど、よしはい、こっち腕やけど、ええ方や、え、こう7、8あるで、ボイルス巻き超こっから頼むで、ポロリポロリ来て、いや、言い方な、言い方でしょ、嬉しい、いや、そう、お腹ぐらいかな思ってな、キューンって手前突っ込んできたから、いやいや、ちょっとはみったるか、ちょっと待って、そっち行くな、カメラマンさんそっち行くな、いや、嬉しい、いや、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい、ちょっとこのアームが下がってるけど許してな、うわーもう嬉しい、これ早せな、俺かからんね、これはい、ボイルスマキ見てくれたボイルスマキ、あのね、これ、まあ、結局その水温の高い時やんね、うん、水温の高い時に、あの僕必ずそのボイルはそのさしえようとこのパラパラ巻くのに、あの持ってきてんねんけど、たまにね、これもだいぶこう打ち込んでから、こう餌取りがもうどうにもならん時にね、あのこうやっぱり餌取りはこの塩気台入りとこの生の浮き網やっぱり好きなんでね、やっぱこっちについてるんですよね。ほんでまあボイル打ってもガーッてやられる時もあるんやけども、すまぎ手でね、竿1本とか投げれる距離パーって巻くとね、あの浮くやつとね、完全に浮いてるやつと、こうゆら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 するやつと、スーッと沈むやつと、沈む結構沈むやつに対してはね、こう餌取りうわーって飛んでくるんだけど、上でうろうろするやつはあの後でどっかで効くみたいな感じでね、ほんでこうグレがそれに釣られてパッて上がってくる、たまにあるんですよね。それやって先のそれやってもう一投目で来たってことは、多分それが劣ったんかもわからない、あんまりさね、根気だね、まあ、そういうやり方もね、あのまあ、一つの手、この水温高い時ね、梅雨とか秋口にいっぺんちょっと試してみたのね。よっしゃ、よし、グレード、口太やな、よう引くな、やっぱり、はいはいはい4匹ね、ちょっと1匹ゴミいなかったからくそ、はい、よう引いた、いやもう外れとるわ、危なかった、ちょっと外れてるな、うん、いや危なかった、はい30ちょいいやもうちょっと焦ってますぜ、もういや嬉しい、こうな、はい30、よっしゃ、いや違うわ、違う、一瞬音も笹のアベラやん、
ラスト1頭、1頭2頭するな。あかんな。いや、いやいや、まあまあ、いや悔しかった。まあまあね、やっぱこれ試合が悪いからやろな。これね、ほんまに。いやでも楽しかった、久しぶりの和歌山ね。うん、また、ね、今からこう行こう、ね、これから梅雨れと言われる時期ね、この、ここ沖の黒島周りってこの沖磯がですね、まあ口部と本当に女川ぐらいもね、女川も45とか47、48のやつがね出ますんでね、ぜひともまた枯れ木なんか、まあ、見ろじゃないですよね。あの梅雨暮れね、夏、7月いっぱいまでやってるんで、ぜひとも来ていただきたいなと思います。これからまあこの動画が上がるのがちょうど梅雨ね、ほんまに、真っ只中やと思います、ね、でまあその時にね、まあ、あのどういうのかな、ここはあのイサギね、イサギも釣れるし、ほんでオナガグレがね、沖の黒島はね出るのでね、大体まあ40からね、47、8っていうサイズのグレが出るのでね、ほんで口太もね、まあ50センチ手前ぐらいの、まあ、大体まあ、今日釣ったね、あれ陸で測ったら41センチあったんですけど、まあ、あれぐらいのサイズが45センチぐらいまでのね、あの口太グレ出るのでね、数方、楽しんでいただきたいなと思いますね。最近はこう潮が下り潮ね、沖の黒潮が下り潮がこう大体こうメインね、上りの方が磯もあるんですけども、大体下り潮があの、メインのね磯が多いんですけど、まあ最近その下り潮がほんまにこう少ないですよね。うんね、まあ今日も下り潮じゃなかったんですけども、まあまあこのそれはもうね時の運なんで、はい、その下りの時にね、そのうながのね、うん、45とかね、ぐちぐちがまた積んでいきたいなと思います。まあちょっと寂しいけど、バイナラ、今度もっと釣ったって。